はい,はい、おはよす。こと、ジョフランス・カムタです。近年、西側諸国は、対中抑止を念頭に、インドとの関係性を強めてきました。インドは世界最大の人口を要する国であり、経済的ポテンシャルを秘めた国でもあります。また、核保有国でもあることから、インドという国が味方になれば、これ以上心強い国は存在しません。 また中国のエネルギー資源が通るインド洋にインドが面していることから中国に対して大きなレバレッジをインドは持っておりこれを中国との交渉材料の一つに使いたいと西側諸国が考えてもおかしくはありませんまた今年の6月バイデン政権がインドのモディ首相をアメリカに招いたことが西側のインドに対する期待を何よりも表していましたしかし西側の対中戦略の中で大きな位置を占め始めたインドですが インドがカナダのいの役割が見直され始めています。カナダのトルドー首相はインドの工作員がカナダ国内で宗教指導者を暗殺したとしておりそれに対する対抗措置としてインドの外交官を追放するなどしてカナダとインドの関係は険悪なものとなっていますまたアメリカもカナダの側に立ってインドに事態の究明を急ぐように圧力をかけている状況です インド政府は自分たちが国外で暗殺を実行したという主張は馬鹿げているとしており暗殺への関与を全面否定していますカナダ政府はインドが暗殺に関与したという申し立てが信頼たる主張に基づいているとしていますがカナダ政府はそのエビデンスを公にしていないためインドが他国の主権を犯したとこの時点で断定することは時期焦燥のように感じますまた政府が関与していないとするインドと インド政府にゆかりのある人物が暗殺に関与したというカナダの主張は当に間違っていない可能性もあります1984年の台湾とアメリカとの間で似たような事件がありましたそれはアメリカ国内で当時の台湾総統だった趙渓国について批判的な本を書いたジャーナリストが暗殺されるという事件でした結果的にそのジャーナリストは台湾の軍関係者によって暗殺されていったことが分かり台湾政府の関与がなかったことが後に明らかになりました インドのケースでも政府の預かり支援のところで民族主義的な軍または情報機関の関係者が独断でアサド実行した可能性も十分ありますインドの疑惑を受けて西側は国益を追求するにあたり価値観を重んじるのか物質的な利益を優先するかどうかのジレンマに直面しています 前者にプライオリティが置かれる場合は、主権侵害、宗教的マイノリティを迫害するという人権侵害を行ったという理由で、インドに対して厳しい罰則が課せられることになります。しかしそうすれば、インドとの関係は劇的に悪化し、成長が見込まれるインド市場から除外され、対中カードとしてインドを利用できなくなるというデメリットが発生します。つまり経済成長、安全保障などといった物質的な国益が、西側諸国に見込めなくなります。 日本国内でもこのジネマとどう向き合うかについて議論が必要です。日本はウクライナ戦争に見られるように西側諸国と価値観を共有するという理由でウクライナへの支援を続けています。しかし日本と緊密な関係にあるベトナム、中国など多くのアジアの国々は民主主義や人権といった普遍的な価値観を日本と共有していない場合が多く、また日本がエネルギー資源の9割近くを依存している中東諸国は中国的価値観などの面で日本と大きな乖離があります。 しかし、同じ価値観を持たないからといって、それらの国々と関係を断ち切ってしまうと、海外依存の度合いが大きい、日本にとっては失活問題となります。価値観で妥協して国益を追求するのか、国益を妥協して価値観を優先するのか、インドの疑惑を受け、西側諸国は悩ましい問題に直面しています。ご清聴ありがとうございました。